みなさんこんにちは経営コンサルタントの中原です今日も中根雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います草コイ新聞購読視聴規約ここでね一旦動画をこの動画を止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条を大きな画面でお読みください 一語一句ね、非常に重要なことが書かれていますから、一語一句ね、うん、慎重に時間をかけてお読みください。一箇所でもですね、えー、納得できないと、承諾できないところがありましたら、この動画は、えー、この動画の続きを見ることはできませんので、これやめて終わりにしてください。す、え、べ、ー、てね、承諾できるよと、承諾してもいいよという人だけ、この動画の続きを見ることができます。それでは、行ってみましょう。 2019年7月17日水曜日暗号資産草コイン中野研究会ということでね今はもう夜の10時半ぐらいなんですけれども最近ですね、えー、私の方はねあの海外のねの人気 <laughs> FX、えー、会社のですね XM のですね講座開設とかねあとそれでそこのね FX でのね MT4 を使って, MT っていうのはメタトレーター4っていう意味なんですけどまああのドル円とかをね売ったり買ったりする、えー、とソフトソフトウェアとツーなんですけどもそれの使い方とかねあとはみんなと一緒にね資産を増やしていくことをやってますそれで今日はですね本日のお題なんですが FX の海外人気講座 XM の講座解説方法を えー、一つ一つね、動画で撮っていこうと思うんですが、その前にね、まあ、あの、経営コンサルタントである私がですね、どうして FX を進めるのかっていうものをですね、えー、ちょっとじっくり時間をかけてやっていきたいんですよ。でですね、えー、<laughs> XM、FX いいよって言ってね、じゃあやるよっていうわけにいかないじゃないですか。うん、だって資産なくなっちゃう人もたくさんいるからね。 株と一緒だからね、絶対やらない方がいいよっていう人の方が多いんですよ。FX やって、お金が増えたっていう人はほとんどいないですから、もう99.99% 99は失敗で終わってます。なぜかというと、みんな素人ですから、の FX の,あの学校ってのはほとんどないんですよ。ないですよ、ちゃんと、はい。FX でね、FX の学校ってのがあって、そこに半年でも1年でも2年でも通えばね、 卒業できてね、ちゃんと FX で、あの、資産が増えていくことができるっていうような学校があったら、そんなのみんな入りますよ、そんな。500万でも1000万でも。だって増えるんでしょ、一生。<laughs> そこ卒業すれば、資産、資金が増えるんでしょ、もう無限に増えるわけですよ。うん、株でも FX でも、まあ、あの、福利計算で増えていきますから、さあ、最初たった1万円でもね、1億でも10億でも100億でも1000億,億円でもなるわけですよ。 ただそんな学校はないんだよね。ただ理論上はあり得るわけですよ。理論上は増えるわけ。でも、増やしてい,いける人っていうのはほんのわずかなんですね。100億、200億、500億っていける人はほんのわずかでですね。ほとんどの人は資産を失うって終わっちゃうんですね。でそれなぜなのかっていうのもちょっと解説しています。で、<coughs> FX をね、 えっとおすすめする理由っていうのは、まあ、ここに青に書いてある通りなんですけども、これから世界経済が鈍化する可能性が出てきていますと、そんな時でも FX だけは景気が悪くなればなるほど儲かりますと、あの今ね、日経平均株価も上がってるし、<coughs> ね、年末年始下がったけど、再び上がってるし、アメリカのニューヨークダウンも再び上がってんだけども、 下がる前って上がるんですよ。上がる前は下がるし、下がる前は上がるんですよ。それでみんな、あの、買うんですよね。株買ったり、FX はロングポジション入れちゃうんですよ。それでドカーンって下がるんですよね。だから、下がる前兆ですね。世界経済非常に悪いですからね、今。はい。下がる前の前兆なんですよ。だから、上がる上がる。これからまだ全然大丈夫だって思わない方がいいですよ。 うん、いつもこのパターンでやられますからね、皆さんね。<laughs> それで、書いてあるんですけど、これからやっぱり世界の経済の波がね、やっぱりそろそろやっぱ落ちてくると思います。まあ、2000年入ってね、IT バブルがあって、IT バブルの崩壊したのが2002年ですよね。で、そこからまた盛り上がってきて2003年ぐらいからね。 そして2008年のリーマンショックですよね。ですから6年か7年ぐらいでですね、経済っていうのは、えー、一巡するんですよね。で、今回は、まあ2007年、2008年のね、2007年の、まあ、サブプライム問題でバブル崩壊して2008年のリーマンショックで完全崩壊したと。で、2000で2011年に日本はですね、 ダブルパンチで東日本大震災があって、まあ、極限まで景気悪くなったと。そこからですね、ま丸、あ、7年経ったんですよね。丸7年経って、えー、2019年を迎えていると、8だ8年を迎えているので、8年目を迎えているのでね、まあ、今年、<laughs> 景気悪くなる可能性が非常に高いとは言われていますで。実際に日本の景気は非常に悪いですね。 人手不足、人手不足とか言いつつね、じゃあなんで消費税を上げるんだって話ですよね。あの、人手不足じゃなくて仕事不足なんですよ。給料、むちゃくちゃ安いですから、むっちゃくちゃ安い。ふざけんじゃねえってぐらい安いのに、そんな仕事つけるわけねえだろうって話なんですよ。だから、あのそんな安い仕事につ、つく人手がいないっていう不足ね。だから海外から呼び寄せるってことですね。 でまあ厚生労働省の厚生労働省のああのあ実態調査によるとまあ30代、40代40、35歳以上のですね中年の、えー、引きこもり、仕事しないで家でゲーム,ゲームやったりなんかやってると、まあ、ゴロゴロしてる人が日本全国に65万人もいると、で私僕もよく知ってるんですよ、えー、っと YouTube とか,なんかネット <laughs> ネット掲示板とかでね、朝までみんなで喋ってて、3、4人で喋っててね、YouTube のコメント欄とかでね、で、朝7時になるとね、あー、やばいやばい、って空が白くなってきた、そろそろ寝なくちゃねって言ってね、そうだね、おやすみって言ってね、僕よりも年上の人たちがね、えって、夜ずっと起きてね、朝7時までね、 会話してインターネットで会話してね、で7時に朝7時になっておそう、起きるだろうと。起きて仕事行くだろうと。で寝ちゃうんですよね。で夕方起きてあ、暗くなった、暗くなった、起きれる起きれる,るっ,ってもぐら、まるでね、もぐらみたいな生活をしてて、仕事しないんですよ。で、親の年金に頼ったりね、生活保護に頼ってるんですよね。で、えっ 本当にもういいのかなと。で、自分は多分病気だ,だから仕方ないと思ってると思うんだけど、病気って治りますからね。治らないものは病気じゃないですか、それは。だから、努力していただきたいなと思うし、まあ、女の人は特にね、まあ、あの、子供を持ってたりすると、まあ、そんな、言い訳なんか言ってらんないですからね、食っていかないといけないんでね。だから、あの、なんか、 何度もいいから、チラシ配り、チラシ配りでも何度もいいからやりますでしょ、女の人はね。男はほら、プライドがあるからさ、そんな仕事できるかっつってね。それで家に引きこもっちゃうんだけど、はぁみたいな感じですよね。それでこれからに、日本の経済もっと悪くなりますからね。あの、はい。特に中年、35歳以上は、 まあアルバイト、もうマクドナルドでアルバイトすりゃいいし、コンビニエンスストア、セブンイレブンでアルバイトすりゃいいのに、恥ずかしがってしないですよね。で、時給制限まあ九900円、1000円くれるのに、やらないで家でゴロゴロすると。女の人はねあの、そんな恥とか言ってらんないですからね、子供いたりするからね。食べさせないと死んじゃうから。だから一生懸命何でもチラシ配りでも何でもやりますでしょ。それでですね、 まあこれから日本の経済どん底になると思いますよ。アメリカ中、中国人よりも韓国人よりももっとひもじい、えー、日本人が待ってますよ。まあ、もうすでに待ってるけどね。韓国よりもあ最低賃金が低いですからね、日本はで。そんな時でも FX だけは景気が悪くなればなるほど儲かりますと。なぜかというと、ショートポジション入れられるんですよ。ドルがどんどん落ちた時、落ちてきていても、 落ちるんだったら、じゃあショートを入れれば、すごい儲かるんですよ。それで、<laughs> 株式投資の場合は、えー、基本的には買いでしか入れないですから、空売りできるんですけど、信用取引を利用してね。空売りできるんだけど、まあ、素人には無理ですね。難しいです。青天井のリスクがあるんで。<laughs> ま損切り入れとけばいいと思うんですが、多分難しいです。 株はね、手をつけないわけですよ。それに個別株、特にベンチャー企業の個別株になると、薄商ないですから、もう、年がる年中。それで、指定グループなんかいたりするとね、もう巻き込まれてね、全部、全財産持っていかれちゃいますから、やめた方がいいですよ。株はね。で、じゃあ、仮想通貨ってなるんですけど、仮想通貨もね、僕も丸2年ぐらい見てきてますが、あの、 難しいですね。うん、ラチはがかないですね。ラチが浮かないです。でえ、これビットコインなんですがね、えー、だいぶ上がってですね、今58万2645円だと。うん、まあ上がってくれんじゃ困っちゃうんだけど、で、これね、あのフランスのノートルダム寺院にみんなで募金しようっていうことでね、ビットコインを買って、法定通貨からビットコインに変えて、それで送金してるもんですから、 えー、くしくも <laughs> ビットコインとか仮想通貨全体の価格が、ね、上がりましたけれどもねとにかくビットコインもですね街なんですねずっと上がってくるのはね株と一緒なんですようんでまた下がったりもするしねとにかくマーケットが小さいですから20兆円ぐらいしかないので、えー、どっかヘ,、ね、ヘッジファンドが資金を抜くと一気に下がりますからいつもわかるんだってよと。 ね、これ全然先を聞き見通せないんですよ。じゃあこう仮想通貨で食っていけんのって言ったら食っていけないですよ。今月来月とかね。今日は明日食っていけんのって言ったらよくわかんないですからどうなのかね。だからこれはもう楽しみに取っとくしかないですね。はい。それでやっぱり毎日 <laughs> やって1万でも2万でもね、5万でも10万でも、えー、毎日稼げると。 そして、まあ、目標金額、例えば1年後に5000万必要なんだ、1億必要なんだと、借金返済にね。それを叶えるためには、もう FX しかないんですよ。FX は、相場はあの逃げない、逃げないですから。相場は24時間3秒、あ、土日、祝日、あ、土日とですね、お正月とクリスマス以外は、24時間やってますから、自分が買うりさえすれば、 無人蔵にお金を捻出することができるんですよね。これがあの <coughs> ドル円ですけどね、これ4時間足ですけど、MT4 ですね。これ XMMT4 なんですけども、<coughs> 一般足になるとこうですね。はい一般足なんかでやってたらもうやられちゃうんで、まあ4時間足以上でやった方がいいですね。はい、4時間足ですね、最低でもね。 はいなので、あのー、私はね、うん、例えば、まあ、45歳、50歳、60歳で、定年、あのー、例えば早期退職、会社早期退職してね、えー、したり、肩たたきになって、首になったりね、あとは定年退職したりして、さあ、これからどうするかと、退職金だけじゃ食っていけねえと、定年してもね、じゃあ働くかどうするか、働く先ないよと、まあ、アルバイトしかないよとね、 時給800円900円,1000円しかないよとそれじゃあ、フルに働いても、まあ、住宅ローン返せないとか子供の大学費稼げないとかね、いろいろあると思うんですよ、事情がね。そういった時にですね、やっぱりあの体をあの酷使しないで、ですね家であのお金を稼ぐことのできる、F、FX っていうのはですね、まあ、世界の政治経済を相手にするものですからね。 特に、まあ、<laughs> 大,大卒、大学院卒のですねエ,エリートコースを歩んだ、まあ、東大出たりね、えー、京大出たり、早稲田慶応出てね、<laughs> そして、まあ、あの銀行入ったりね、まあ、地方官庁入ったり、地方公務員になったり、まあ、大企業入って、まあ、リストラになっちゃったとかね、30歳でリストラ、40歳、50歳、リストラ、60歳、定年とかね。 なってこれからどうしようとあの退職金だけじゃ食ってきねえという人にはねぴったりなんですよで営業することもないですからねあのプライドを傷つけることもないんですよねであの副業っていうかさまあ今あの会社勤めてる人でもね副業 OK ですよと、えー、会社の 給料どんどん下がってるから、副業してもいいからねって言われてる人でも、まあ独立でもね、あなたがあ新しくいないと、やっぱり心,心が病むよね。会社勤めてる人でやっぱりうつ病になっちゃう人とかも多いと思うしましてや、その会社からクビになってね、でもお前だねって言われてクビになると、まあ、ひどい扱いされますからね、最後にね。うん、いつになったらお前、 辞表、えー、持っってていくんだとか言ってまあ半端じゃないですよね、まあ、僕もね、実は明治大学理工学部のね、まあ、電子通信工学科っていうところを卒業したんだよね。1993年の3月に。えー、今はもうその学科は名称変わってると思うんですけども、でそこから三菱電機に入ったんですよ。三菱電機の親会社ですね。はい。<coughs> まあ、あの、はい。親会社って、ね、なかなか難しいとこですよ。就職するにはね。 入ってですねあの愛知県稲沢市のねエレベーター、エスカレーター工場に配属されて、そこのですねビルシステムとか、ビルセキュリティシステム、大規模システムですね、あとは空港のセキュリティシステムとか作ってますけれども、海外の空港ね、あとは大規模ビルのセキュリティシステムですね、丸ビルとかね、えー、それのね、次世代製品のビル管理システムとセキュリティシステムのね、 ソフトウェア開発担当になったんですよね。うん、大学卒業して4、4年で、ね、卒業してね、なって、それで、あの、三菱電機の,、ねあのえー、中枢部門行って、まあ、研究、研究所じゃないですけどね、研究所、研究はね、ずいぶんやったんですよ、大学の時に。で、大学3年間で卒業,卒業単位取って、大学4年生の時はね、まるまる1年間。 えー、茨城県つくば市にあるね、つくば研究科学園都市にある、その頃通産省のですね国立研究所にいたんですよ。あの工業技術院、通産省工業技術院電子技術総合研究所っていうところね、電装研っていうところに行って、そこでね、1年間超電導の研究をやってたんですよ。世界トップレベルの博士の人たちとね、一緒に。でね、 <laughs> まあ、ずっと止まってましたからね、研究室にね。疲れちゃって、1年間。<laughs> もう、大学4年間。大学4年生の1年間ね。それでね、あのー、研究疲れるなと思ってね、孤独だしね。環、う、境、ん、はいいんですけどね、森の中で研究してるんでね。予算も、あの頃バブルだったんでね、山ほどありましたからね。毎晩、はい、民間企業からね、 あのビール券とか差し入れがあるんでね、ビール券でいろいろビル買いに行ったり、肉買いに行ったり、ビール券換金できますからね、<laughs> 毎晩 <laughs> え、どんちゃん詐欺やってましたけど、研究所でね、国立研究所でね、それで <laughs>、ちょっともう少しビジネスライクな仕事したいなってことで、三菱電気入った時に何やりたいって言われたので、もう少しえお客さんの接点があるような、 仕事をやりたいですって言ってそしてまあ研究から開発の方にね移行して、まあ、開発は開発でも実機種開発グループだったんで次世代製品の <laughs> 開発をやってましたねいやそ,それでねあのー、途中でね三菱電機がね指紋照合装置を作ることになって、まあ、指紋でねパソコンログオンしたり扉がガチャって開くようなものを開発してねままああそれの、まあ 画像処理アルゴリズムとか特徴点抽出アルゴリズムとかね、まあ、パターンマッチングとかいろいろやりましたよフーリー変換とかねあとはまああと電子制御ですよね電気自動の制御とか履歴管理システムとかねそういうソフトウェアを開発してで自分で作ったんだから自分で売らなくちゃダメだよって言われて本当かよと <laughs> ね理系だったんですけど三菱商事に出向になってですね <laughs> 今度は商社マン、商社マン、営業マンだね。営業マンとなって、世界中を飛び回ったというね、いわゆるまあ、明治大学の4年、四代しか出てなかったですけど、一応まあ、通産省の、はあ、研究所にいましたからね。で、そのまま一応通産省からもお呼びがかかってですね、中野、中野ちゃんっ,つって <laughs>、まあ、宴会、宴会部長でしたからね、中野ちゃん、このまま大学院行って、ずっとこの研究所にいないよって言われて。 あの室長からね、伝送研の室長からね。で、え、いやーと思って、いや、そしたら、あの明治大学でね、あの博士号取ればいいじゃんっ,つって、博士、ドクターコース行って、あと5年間行けばいいじゃんって。で、ドクターコース行って、博士号、この研究所で取ればいいじゃんっ,つって、あの面倒見るよって言って、で、取ったら、理系はですね、裏口入学がありましてね、 あの国家公務員一種をねあの無試験で無試験でパスできるんですよ無試験でそれであの一応推薦状書,書くからあの中央官庁にねつい中央官庁に人事院に書くから一応国家公務員一種になれるからっつってあと5年間 <laughs> 宴会部長やっ,たってって <laughs>、うん、そしたらあの研究所でも霞が関のねあの キャリア完了でもどっちでもな,なっていいからって言われて「<laughs> おいお本ほんとかよと」とそういうねあのふざけた <laughs>、まあ、バブルでしたからねまあそれでまあちょっと断る通算省の,の通算省に入るの断ったんですよねそれで三菱電機に入って三菱電機何やりたいって言われたんでえちょっとお客さんの近くであの仕事ができるしやりたいですっつったらまあ まあ大変でしたけどね、三菱電機の時も海外出張多かったですしね、は今は僕の直属の上長がその時に係長で、32歳ぐらいだったかな、僕が23歳で入った時にね、三菱電機の時32歳の係長、今、取締役やってますからね、三菱電機のね、<laughs> 頭いい人しかいなかったですよ、僕が配属されたとこはね。 でまあそういうエリートコースがいるんだかなと思います。そういう人いっぱいいると思いますよ。<coughs> でね、えー、三菱電機5年いて、出向で三菱商事に2年行ったんですよね。そこで世界中の警察とかインターポールとかね、FBI とか、あとは中央官庁ですね、日本だったらね。はい、法務省とか大蔵省だったね、その頃大蔵省とかね。あとはまあ n h c 富士通。 あと、オムロン、まあ、いろんなとこ、ソニーとか、ま、あいろんなとこを売り込むんで、むちゃくちゃ売りましたよ、世界、世界中に、三菱電機の指紋消耗装置ね。むちゃくちゃ売りましたよ、年間何十億って売ってですね。で、三菱商事からもね、お前、よく働くなと。理系なのによく働くなってことでね、もう、三菱電機変えなくていいよって言われて、部長からね、三菱商事の。えって言って、え、どういうことですかって。 あの、三菱電機やめなよ、三菱商事で、あの、プロパー採用するから、つって。<laughs> ええそれはさすがに断りましたね。はい。もう商社マンやってらんないですから、2年間の約束で行ったんですよね。で、1年目でもう断ろうかと思ったんですよ。はい。商社マンむちゃくちゃきついんで、三菱電機の営業マンの、うん、30倍ぐらいきつかったですね。<laughs> 半端じゃないですから。 もうむちゃくちゃ、まあ、それについてはまたお話しますけどね。<laughs> それで、まあ、ここに書いてある表なんですけども、<coughs> まあ、世の中には公務員とかサラリーマン、民間サラリーマンありますよね。まあだまあ、あとはパートアルバイトの方もありますけれども、<coughs> まあ、いわゆるサラリーマンですよね。公務員も含めてサラリーマンの方っていうのは、まあ、どこか1か所の部署、 でまあ、一生過ごすか <coughs> それかえー、まあ何か所かを転々とすると思うんですけど全部掛け持ちってことは少ないですよね少ないですよねまあ三年最初3年ぐらい営業やってその次は品質管理やれとかいろいろやられると思うんですよ サラリーマンも、例えば <laughs> 広報部とかね、営業部とか、まあ5年単位で、まあ職場転換とかね、転勤とかあると思うんですけども、結構楽ですね。<laughs> 私も三菱電機5年いて、三菱商事2年いましたけど、三菱電機の時は開発やってましたね。開発、まあ品質管理なんかも一緒にやってましたけど、品困の人たちとね。 あと出荷管理の人たちとも一緒にやってました。もちろん製造の人たちも一緒に製造したりしましたよ。開発したやつを製造しないといけないから。で、これら辺はみんなと一緒にやってましたけど、やっぱり開発部がなんか作んないと、この製造とか品管とか出荷管理の人たち、まあ、生産管理だね。仕事ないんだから。だから開発は一生懸命やんなくちゃいけないんですよ。で、一回売ったら顧客サポートがありますよね。 あとまあ総務経理というのは全く畑違いですよね。で営業はやっぱり教えないときないから、新しい製品作ったらね。あのどうやって売るかとかね、どういうメリットがあるのかお客さんに。あと教えないときないから、日本全国のね、三菱電機の、<coughs> まあ、支社支店、あとは代理店、回りましたね。むちゃくちゃ回りました。入社して3年目、4年目とかすごい回りましたね。最初の1年目は、 三菱電機ってね、本当にすごいところでですね、お金むちゃくちゃいっぱいあって、その頃は。最初の1年間は、完全に、完全に、仕事しなかったです。はい。1年間、ずっと、研修でしたね。全くの研修。い、い、一切仕事しなかったです。1円も売り上げ上げ,上げ,上げなかったです。研修でしたね。で、2年目から、2年目の半分ぐらいから、徐々に仕事を、 させてくれるって感じでしたね。はい。でね、結構ね、楽っても楽ですね。今考えれば、三菱電機も三菱商事も、三菱商事だったら営業,だけ営業だけやってればいいし、三菱電機だったら開発だけやってればいいし、だんだんまあ、係長とか課長とかになってくると、まあ、統括して全部見ていかなくちゃいけないんだけど、あと子会社も含めてね、あのたくさんの人を見ていかなくちゃいけないんだけども、まあ、見れる人がね、 あの、率先して他の部署もね、垣根なく見,見れる人が、まあ、係長、課長、部長になっていくわけですよ。自分は開発部に所属してるから、開発以外は知らないんだと。ね、飲みにも行かないんだ。あいつ嫌いだ、知らないんだって言ってると、こいつダメだなってって、修正なんかさせないわけですよ。その方が本人にもいい、いいと思う,思うでしょだからです。まあ、公務員も多分同じだと思うんですよね。で、 でまあ三菱電機5年いて三菱商事2年いてでですねで29歳の時2000年の時に IT バブルがあったのでちょうど、ね、3月31日で辞めさせてもらってです、ね、2000年4月1日から独立させてもらって株式会社を作ってですね IT ベンチャー企業として、まあ、セキュリティコンサルティング会社をスタートしました、まあ、その時ね僕はねやっぱり営業はできるでしょ三菱商人だからで開発もできるんですよ 製造、品困、出荷管理とかね、顧客サポート。でも、宣伝広告ができないんだよね。その頃インターネットってあったんですけど、で、まあ Yahoo とか Google のね、あと、あのー、広告もあったし、SEO なんかもあったんですけれども、うん、まあ、どういうふうにやればわかんなかった。わかんなかったですね。雑誌にどういうふうに広告出せばいいかもわからないし、まあ、ドブ板営業なんかもわからないし、テレアポもわからないと。 あとは総務経理がやっぱり苦手でしたね。はい。<laughs> まあ、特に税務署への提出処理ですね。あとは、まあ、人雇うんだったら、えー、ハローワークとかね、あのー、労働基準監督署への資料の提出とかね、お金の支払いなんかっていうのは苦手でしたね。あと、法務なんかもありますよね。いろいろ裁判ふ、ふっかけられたりするのもあるんでね。そういうのもやんなくちゃいけないですよね。 いくら弁護士頼むとか、税理士頼む、社労士頼むって言ったって、やっぱり丸投げだとね、やってくんないですよ。税理士も、弁護士も、社労士も。うん。で、丸投げするんだったら、やっぱりお金必要です。はい。税理士もやっぱり、年間100万以上払わないと、えー、帳簿から何からやってくんないんですよ。うん。だからね、社長はね、一旦独立企業ってなると、まあ、それ、独立企業ってね、 例えば35歳45歳でね会社クビになってとかリストラにあって、えー、で転職活動したけど今までと同じ給料とかね今までよりも、まあ、7掛けぐらいの給料もらえるところないかなってなかったと、まあ、最高月給25万円ぐらいしかもらえるところしかなかったとこれじゃあ住宅ローンも払えないし子どもの学費にもなんないとしたら じゃあ独立起業するかってなった場合にですね、抑えておかなくちゃいけないのは、やっぱり全部やんなくちゃいけないってことですよ。で、今、1円で株式会社作れるから、私は今、あの会社2個目で社団法人作ったんだけど、えー、もう、社団法人はね、株式っていう概念がないから、株式会社作るよりも5万円安いんですけどね、簡単に誰でも作れるんですけど、それでもやっぱり勉強しないとだめ。はい地元のですね えっと交渉役場行ってね、で、登記簿登本、登記簿登本じゃなくてね、定款を作って交渉してもらわなくちゃいけないわけですよね。交渉に1週間かかって、そこからえ法務局行って登記しないといけないわけですよね。はい。なので、会社作るってすごい大変ですよ。宣伝広告から法務、全部やらなくちゃいけない。社長さん一人でね、これ10年ぐらいかかります。<coughs> 特に会社の決算書の作成とかね、 はい、すごくやっぱりあとは年末調整とかも自分でやらなくちゃいけないのでね <laughs> いつまでも税理士にやってるとね会社はうまく軌道に乗んないんですよあとは大企業と肩並べてなんか製品開発してね売ろうってったってその大企業に勝ってるわけないんだから、はい、開発力でも営業力でも勝てないのでじゃあどうしたらいいかですよねでそこら辺は えー、経営コンサルティングって言ってですねマーケティング力にかかってるわけですようんあの日地産業を狙わないといけないんだねでも大企業を勤めてた人は今まで通りやる癖があるんだよねでそうするとえー、その <laughs> もう大企業を勤めてたからって今はただのおじさんですからね <laughs> 何のブランドも力もないおじさんですから 誰も見向きもしないですね見向きしたところでお金なんか払わないですよねだから <laughs> まあ独立起業してもねやっぱりディズニーウォルト・ディズニーなんていうのは成功するまで、まあ、3回か4回破産してんだよねでねやっぱりね普通の人はね1回2回会社作ったところで成功なんかしないですようん えー、畳んでね、また、さらにあのアルバイト生活に戻ってね、で、また5年、10年経ってまたやるっていうのがね、正解だと思う。1回じゃ成功できないですよ。じゃあってことで、まあ、独立起業なんかしないでね、せど、まあ、りとかハンドメイドとか教室、自分で教室開いたりね、ピアノ教室開いたり、習字教室開いたりね。 なんかもうちょっとスモールビジネスをやろうかと。あとはブログ書いてブロガーになるとか YouTuber になるとかね。うーん。まあ、あの、独立企業ってね、他にね、フランチャイズ店に加盟してやる方法もあるんですよ。何にも思いつかない人は、じゃあセブンイレブンに加盟してね、セブンイレブンを立ち上げると。これ、すっごいお金かかりますよ。加盟金に1000万とかかかっちゃうからね。あとは土地借りてね、建物建てて3000万とかね。 で、仕入れとかあるでしょシステム導入とかでね、全部で6000万ぐらいかかってね、退職金全部使って、えー、親の、ね、年建物全部担保に入れてね、銀行からお金借りて、やったところでね、成功しないです。セブンイレブンとかね、フランチャイズとかラーメン屋とかね。 非常に難しい、ね、現実が待ってるんですよ。でしかも365日、朝から晩まで働かなきゃいけないでしょ。神さんと一緒に。何のために独立したんだってなっちゃうんですよ。このね、フランチャイズ店には絶対加盟しちゃだめですね。はい。大体ね、フランチャイズ店が、<laughs> その独立企業のオーナーを探してると。フランチャイジーを探してるってことは、リスクが大きいんですよ。ね、どんどん店出せば儲かるんだったら、 フランチャイズのね、本部がどんどん店作って、本部、あのフランチャイズなんかやんないから、そもそもやんないから。大体なんでフランチャイズ方式にしてるかっていうと、当たるも発見、当たらないも発見、ほとんど当たんないわけですよ。地方に進出してし、地方にお店作ってもね。で、例えばセブリブムだったら、セブリブム本社がリスクを負わなくていいように、やってね、立ち上げて、ダメだったら、 フランチャイズを立ち上げた独立起業した人がねあの借金を得ればいいやつってでうまくいったら商品がそこで売れるからいいやとねそうやってやってるわけですだからフランチャイズってのはほとんど儲かんないですよ儲かんないからうーん地元でお金持ってる人にリスク取ってもらおうってう話ですからですからそうじゃなくて やっぱ自分でやらなくちゃいけないんだけど自分で会社作って何かやるにしてもやっぱりスモールですよねはいもう <coughs>、まあ、リスクゼロでね、えー、お店も構えない、まあ、例えば経験やりたいとかねラーメン屋やりたいとか言っておみどっかお店借りたり居抜きのねラーメン屋借りたりするけども家賃だけ家賃支払うだけでもういっぱいいっぱいですからそれだったら自分の家をい 改造してね1階をお店にするぐらいの気合がないとダメです。うんで、やっぱり <laughs> お店借りてね、なんかケーキ屋やるとかラーメン屋やるとかね食堂やるって言ったら、そんなのね、あの再三合わないですから。うんうん、自分の家改造するぐらいの勢いがあって、えー、じゃないと全然割に合わないし、利益なんか出ないですよ。<laughs> それでですね、ましてやマンションに住んでて何かやりたいって言ったら、 もうマンション引き払って、どっか中古、中古の家買った方がいいですね。そして一回を自分の店にすると。そのぐらいの根性がないと独立なんかできないですよ。で、セドリハンドメイド教室 <coughs>、教室ね、これ教室、いろいろ、修辞教室とかね、自分の得意なもの。まあこういうものから始めるのがいいですね。これは宣伝広告とか、まあ製造と、まあ一部のものだけで結,結構で全部やんなくていいですから。 うん、で、YouTuber だったらあ、僕みたいなね、YouTuber だったら、これ動画上げてればいいだけですからね。あの、動画一本一本に真心を込めればいいわけですよね。だからなんか、会社作って人を雇うなんて言ったらもうアウトですから、ね、これ全部やらなくちゃいけないから。はい。人を雇って一人雇うだけで、年間500万払えんのと、600万払えんのと。払えないですよ、なかなかね。はい。それでですね、 えー、私が FX 進めるんですけど、ここにありますよね。だから、まあ、公務員、サラリーマン辞めて、辞めてどうすんのと。まあ、転職してまたサラリーマンになる、公務員になるといいんですよ。なれなかった場合どうすんのと。まあ、パートアルバイトもいいしね。独立企業、せ取り、まあ、スモールビジネス。YouTuber とかブロガーってのも入ってますよ。もちろんね、ここにね。<laughs> YouTuber、ブロガーっていうのは、意外と儲かるんですよ。 それはね、儲け方がありまして、なんでブログってね、日記書いてるだけで儲かんのと。なんで YouTube ってね、動画上げてるだけで儲かんのって思うと思うんですけど、それにはね、深いわけがあるんですよね。で、それは、おいおい、やります。で、あとは株、債券、投資信託、仮想通貨商品。商品先物だよね、これね。FX 先物オプションってあるんだけども、 私はね、あのー、FX をおめてます簡単,な簡単というか売りか買いかしかないんでねで株のように銘柄株とか仮想通貨み見たく銘柄選定もないしね、えー、FX ってのはとにかくマーケットが大きいんですよでドル円が一番大きくて1日の取引量が、ま、世界で200兆円と言われてます。だから <coughs> してグループが来てもねあの、動かないんですよ。うん、だから変な人いない。ヘッジファンドとか変な人い,いるんだけど、まあ、ゴールドマンサックスとかね、年金機構とかですけど、まあ、あのもっと変な人いるじゃないですか。<laughs> ブラックな人たち、まあ。株をね、株価操作したりする人たちは、もう FX 市場来ないですから、はい、200兆円なんか持ってないですから、そういう人たちはね。だから私は FX を進めてて、 とにかくまあ開発っていうかね、感覚的に今はまあどっか1個の業種だけでよくて、チャートだけ <laughs>、チャートを分析すればいいだけなんですよ。営業もいたなければ、顧客管理もいらないわけですよ。なんか売ってね、それがえ壊れたから品質保証してくれとかね、そういうのもいらないし、人を雇うわけでもない。で、どん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 お金増えていきますから、 1>, 1億、10億、100億になったところでね、じゃあ人を雇って、えー、今度売り上げ伸ばすかってこともない。例えばセ,レブセブンリブンやったらね、<laughs> 1店舗あたりの利益、えっと、当時、粗利益、年間で1億か2億、1億くらいしか出ないでしょ。1億か2億くらいしか。じゃあ10億利益出したいって言ったら、5店舗、5店舗から10店舗、また出店しないといけないでしょ。 出店したら建物の不動産費用とかね、銀行から借りなくちゃいけないし、人も雇わなくちゃいけないし、仕入れもあるでしょ。リスクが高いんですよ。うん。人も雇ってね。で、人が病気になったとかね、交通事故あったって、また大変ですから。それだったら FX っていうのは、クリック1個です。10億でも100億でも利益を出すには。自分1人で、掛け金多くすればいいだけですからね。 そういう意味ではね、あの、チャートだけを、えー、集中してればね、お金は無限に増えていくわけですよね。人の管理とか、商品とかさ、サービスのね、管理とか、顧客管理とか、営業とか、全く必要ありません。自分とチャートとの戦いであって、その間にお客さんも、えー、何もないんですよ。ですから僕はすす、おすすめです。FX は本当にすおすすめです。 で次に、ね、あの株と為替と仮想通貨の投資の違いについてはお話ししたいんだけど一旦ここで、ね、終わりにさせていただきます長くなりましたんでねどうもありがとうございました失礼いたします。